13分15秒勝者神谷沙耶。私は今クイーンズクエスト一人だけど、マイカがいつも隣にいるから支えてもらってます。本当にありがとう。赤の防衛戦見守るから頑張ってね。そう、札幌はね、神谷のハイスピード、そして私のこの赤いベルトをかけて戦うんですけど、絶対にこの2人なら防衛して、そして私は神谷とのタッグなかなかいいと思ってるから、2人で防衛したその先にはゴッテスのベルト挑戦。神谷どうかな。ということで皆さん、まだまだ千葉そして後楽園ありますけど、27、28日、ぜひ札幌にお越しください。お願いします。想像を超えて正解へ、バーナントゥーザークイーン。神谷沙耶の勝利でございました。
ぱり大江戸隊の相手は自分にとっても因縁のある相手なので、そんな相手からフランケンシュタイナーですり取れたことは本当に自信持っていいんじゃないでしょうか。そしてね、自分は 7.28 北海道でセーラメイト、スピードスターのセーラメイト防衛戦が決まってるので、今日はいい弾みになったんじゃないでしょうか。そしてね、マイカ、リング上でも言ったけど、やっぱ一人でクイーンズクエストを背負って、本当にマイカの力が支えになっていて、本当にいつもありがとう。そうだね、まあ本当に我々黄金世代っていうのはね、戦ってもよし、組んでもよしなんて言われて、今やっとこうやって少しずつ形になって、いい方向にスターダムを持っていこうとしてます。必ず2人でこのベルト、このベルトで防衛してね、リング上でも言いました、神谷さや、そしてマイカ、この2人なら、うん、ゴッテスのベルト取れるんじゃないかと私は確信してます。私ももちろん思ってます。いや、お前が弱音を吐いた時に叩くのは私の役目だし、でもこうやって神谷の力で今私が支えられてるっていうのも現実です。ちゃんと北海道は赤いベルト戦セコンドから見守るからね。ありがとう、まあこんな心強い仲間もできましたし、皆さんぜひ札幌お越しください。ちょっと2人の、あの締め決めようか。決めようね。ちょっとなんか決めよう決めよう、なんかほら、ね、こうごっちゃらしいになってるから、ごっちゃらしいになっちゃってるよね。プロレスリングスターダム新時代到来、戦いの女神たちが初夏の札幌を熱くする 7.27、28、札幌2連戦、宇宙一きらめくスター